和音。エンジン始動。真横から撮影しました。カメラは右のバックミラーにつけています。レンズの傷が見えます。運転もだいぶ慣れてきました。ウインカーの位置は CL250 に乗っているときは問題ありませんが、その後 Z125 Pro に乗るとホーンを鳴らしてしまいます。シフトアップは問題ありませんが、赤信号などで止まるとき4速のところでシフトダウンできなくなります。クラッチを握り直して3速以下へダウンしています。癖があるのでしょうか。ニュートラルへは簡単軽く入ります。この辺は良いところです。カメラを前方に移動しました。傾けて走るような速度ではありませんが、無理なく走れます。走行距離が1000キロになったら東名高速を走りたいと思います。それまでは下道を走ります。燃費が思ったより悪いような気がします。ピッター40キロは走ってもらいたかった。不満といえばそこだけですね。まだ夜間走行していませんので、ライトの明るさなど分かっていません。この先はエンジンガードをつけたいと思っています。 125cc からだと重く感じて立ちこけしそうです。あはは。その後ウィンドシールドをつけたいと思います。寒さ対策はワークマンでできています。残るは風圧です。カメラを後方に伸ばしました。風圧が気になりますね。乗車姿勢が起きているせいもあると思います。乗りやすい反面風圧がかなりあります。前回バイパスを走った時風圧で体が後ろにひっくり返るかと思いました。この辺は前傾姿勢の Z125 Pro とは違いますね。その他の不満は、サドルバッグはもう少し容量が欲しいです。ヘルメットに貼ったステッカーが大きすぎます。と、
まあ課題はいろいろあります。早く長距離のツーリングに行きたいものです。そこでまたいろいろ問題が発生するでしょう。任意保険にも入りました。新規で入ったので高かったです。安くなるまで働かなければ、この先維持していけるよう。 Z125 Pro はファミリーバイク特約なので良かったですけど、ちょっと愚痴になりました。ではここらで終わります。60ライダージャイアントでした。よかったら登録もお願いします。マフラー音、音量注意です。